動物たちとは言葉なしで意思疎通をすることができると言います。例えばハンター、漁師、森林労働者からは普通の人の想像を大きく超えるような物語を聞くことができます。まさにそのような出来事がロシア沿海州で起こりました。救急隊員として働く男性は真夜中過ぎ、忙しかった一日の勤務後、ようやく寝床に入りました。ふと窓の外で誰かが歩いている気配がしました。しかし外は吹雪で強い風が吹いていたので、彼はただの風の音だと考えました。1時間後、彼は再び目を覚まし外に出ようと思いました。ロシアの田舎の村では現在でもトイレが住居とは別棟になっているからです。古い上着を肩にかけ、彼はドアを開けようとしました。しかしなぜかドアは開きません。仕方がないので彼は窓から外に出ることにしました。実は以前にも大きな積雪でドアが開かず窓から外に出たことがありました。外に出ると彼はまずとても気になったので、なぜドアが開かなかったのかを見に行くことにしました。角を曲がってドアの外側を見て言葉を失いました。ドアの前に大きな動物が座っています。街灯の光は雪で遮られ、辺りは薄暗くあまりよく見えませんが、どうやら虎のようです。もちろん彼は虎についての話は何度も聞いていました。しかしまさか自分の家の前であの大きな前足に捕らえられるようなことは何としても避けたいと思いました。通常捕食動物が人間の集落に姿を現すのは生息地で食料が不足し、新しい食料源の開拓のために他の地域へと足を伸ばす時です。彼が外に出た窓まではかなり距離があります。身を守るのに役立ちそうな棒一つ近くにはありません。心臓がバクバクとなり、アドレナリンは吹き出さんばかりです。彼はトラとしっかり目が合うのを感じました。そして10分ほど見つめ合った後、トラはブルッと体を震わせ、そろりそろりと彼に近づいてきました。彼は恐怖でいてついたように動けなくなりました。ガブリと噛みつかれたらもうそれで終わりです。しかし全てはそれほど単純ではありませんでした。タイガの森の主であるトラは彼の足元で従順に頭を下げました。全く予期せぬ展開に彼は唖然としました。そしてその理由はすぐに明らかになりました。虎の首の周りには大きな傷があるのです。おそらく国境付近の森で虎たちを無慈悲に傷つける密猟者によるものでしょう。虎の首を締め付ける金属ループはしっかりと食い込み皮膚を切り裂いています。以前知り合いのハンターは森で虎に出会ったら決して背を向けてはいけないと話していました。しかし彼はくるりと虎に背を向け、納屋に向かって歩きました。傷ついた虎はゆっくりと彼の後について行きました。彼はペンチを取り出し、虎の首に食い込むワイヤーを切断しました。処置をする間中、虎は鳴き声一つ上げませんでした。炎症が収まり、傷から不快な匂いがしなくなってくると、その虎は姿を消しました。木製の缶抜きを自分で開けて出て行ったようでした。それから約10日が経過し、彼はもうこの出来事についてあまり考えなくなっていました。ある夜、目を覚ました彼はまた外に出ようと思い、古い上着を肩にかけました。しかしドアが開きません。あの事件があったので彼は窓から急いで外に出ました。あの夜、虎が座っていたドアの前には立派な鹿の死骸がきちんと置かれていました。動物が恩返しをしたというお話は他にも多数存在します。人間も自然の一部です。それを忘れて傲慢に振る舞ったり自然を傷つけたりしてはいけません。注意深く敬意を持って自然に接しなければ、私たちに未来はないのかもしれません。